任せとけ。軽くひねってあげるわ。獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く、森の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。いいや、奴を野に放ってはならぬぞ。そうだよ。おい、貴様、ここで何をしている。早速見つかった。早速倒して、出口を探そう。鹿之助が策を実行に移したようだ。俺も続かねばな。逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。どうしたよ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。俺よりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。帰ろう。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。余裕余裕。出たぞ、山中鹿之助。やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。うえ、火星を呼ばれたか。ちょうどいい。この機会に敵の戦力を削っておこう。守りが硬そうだ。突っ込むのは得策じゃないな。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。何としても中庭の突破を防ぐんだ。屋敷から援軍を呼べ。狙い通り、中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。よし、これで少しは動きやすくなったかな。開門。くぜー。鹿の捕獲は未だならずか。月を奪うと。自走しようか。やるではないか。
は見せた。もうよかろの価値は見えないな。敵将ぶっ飛ばした。大剣引かせてもらう。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか。弓兵よ、奴を穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。仲間が助けを求めてるのか。待ってろ、今向かうからな。余裕余裕、任せなさい。ほらほら、切りなさい。撃ち取ってやったわ。ここは引こうか、アルマイ。開門。すまん。さて、次の手はどうするかな。今は西の方から声が聞こえたような。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと。こいつやつらめ、どこまで卑怯なんだ。勝利になる。知ってください。あなたの気質を熟知したおじいさん、打てぬ策などないのです。この動きは全部読まれてるってわけか。つくづく不安になるじいさんだな。今は引きます。次こそ必ず。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。開門。出口まではきっとあと少しだ。
行くぞ。よーく聞け、俺の技こそ天下無双だ。開門。そうやすやすと逃がすものか。私たちもオリを甘く見るなよ。どうだよ。敵もなりふり構わずやってきたか。みんなここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前もアマゴも毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。そらよ。てめえ、俺の本気を食らいたいようだな。愚かな雨ごめ、登録兵で挟み撃て。くそ、攻撃か。背後からの攻撃にも注意しないと。父上、力を及ばず申し訳ありません。開門。敵将ぶっ飛ばした。ここは引こうか。あるまい、敵軍開門。よし、ここから抜けて。甘い、逃がしはせぬの。しかよ。そらよ。出たな、じいさん。いい機会だ。あんたを倒して、アマゴ最高を早めてやるよ。勝利条件変更。今のわかりの悪い仕込みが全力。うちに姫しきばわし自ら砕いてくれるわ。旅衆を引き連れ逃げ合わせる魂胆か。存外抜け目ないよ。お主がどれほど奔走しようと、もはやアマゴは起こせない。黙れ。そんなざれ言は信じるものか。毛利を倒して必ずアマゴを再興する。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく毛利の脅威たりえる。次こそ必ずや勝ってみせよ。くそ、取り逃したか。まあいい、今はここを抜けるのが先だ。